はい、じゃあこの後でしたけど、今回はもうすんごいなんかやばい顔と格好で申し訳ないんですけれども、まあサムネとタイトルに書いてある通り、本日は何をするかお分かりになってるかと思うんですけれども、ハロウィン前日ということで私もハロウィンのコスプレをしたいと思います。でもう誰のコスプレをするかもね、サムネとタイトルに書いてあるから分かると思うんですけれども、まあ、なんかね悩んだんですよ。ハロウィンのコスプレなんかしようかなと思って悩んでたんですけど、なんか本当はアーリアとかさすればいいのかなと思うんだけど、私スパイファミリー読んでないし、なんかそういった最近なんか流行ってる作品あんまり読んでなくて、なんかこうリスペクトのないなんかコスプレってすごいなんかセンシティブだから良くないかなと思って、まあ50人クラフトならいけるやろうということで、今回はヤニャのコスプレしていきたいと思います。でヤニャのコスプレね、意外といいですよ。意外といい、アマゾンでこう全部揃うし、いやなんか何よりこうもうすでに着てるのもヤニャ風なんですけど、ピンクのカーディガンに中ワイシャツ着て、で青のリボンつけて、でウィッグとかなんか猫耳とか適当に買えばいいだけなんで、ヤニャのコスプレめちゃめちゃハードル低いし、いやなんか結構本当今からやろうと思うんですけど、皆さんにもおすすめです。私本当全然コスプレイヤーでも何でもないので、ちょっとメイクもかなり独学というか自己流でやっていくんですけれども、もうかなり温かい目で見守っていただければと思います。それではスタート。ガガガガガガガ。はい、ということで、あのウィッグのこれ被ってるのとベースメイクだけはもうして、あのいつもよりベースメイクもめちゃめちゃもうカバーする感じで、あの死ぬほどのっぺりにしてます。パウダーまでやりました。こっからやっていきます。はい、じゃあまずもうパウダーまで全部してある状態なので、ベースメイクは眉毛からやっていこうと思います。なんか寝起きよりやばいって、このすごいのっぺりさせた顔、シェーディングも何もしないからえぐついことになってる。ハロウィンなのでコスプレはコスプレだけど、私別にコスプレに対してなんかそんな知識もあるわけでもないので、なんか普段のメイクをハロウィン風にしていくみたいな感じの、あのイメージでやっていけたらと思います。はい、じゃあまず眉毛から。眉毛はそうヤニャーちゃんなんでピンクメイクしていきたいなと思って、セザンヌノーズアイブロウパウダーのモーブブラウン、これよく使ってるんですけれども、ピンクメイクの時に私よく使ってます。めっちゃねこうピンクだから、こう眉毛をピンクにするとすごいいいですよ。全体的に色味が整うんで。正直眉毛はあのめっちゃ非対称ってコメントで言われるんですけど、私多分ねこっちのね顔面がねちょっと下がってるんですよね。だからなんかちょっとおかしいんやな。もうあの自己処理もめっちゃ下手なんだけど、普通に、まあ、隠れるし、まあいいでしょう。あ、カラコンはあのヤニャーちゃんって茶色の目なんですけど、なんか茶色の目だとコスプレ感出ないかなと思って、あの私結構もともとそんなに、ね、カラコンの色味がパッと出るような目でもないので、あのグレーのものをつけてます。ちょっとカラコンは大きめのものをつけてます。眉毛すごいざっくり描いたら、やっぱさ眉毛こっちの方がなんか高いんだよね。なんかそうこっちの方がそもそも二重が幅が小さいんですけど、やっぱねなんかねそうなんだよね。そうそうなの。眉毛はキスミヘビーローテーションのカラーリングアッシュブラウンで消していきます。これはめちゃめちゃ明るいあれです。明るいも言いますからです。うん、こんな感じ。ちょっとなんか顔がちょっと歪んでんだよな。でシェーディング、まあシェーディングはね何でもいいです。リリミエのシアマットシェーディングの01番使っていきます。シェーディングはめっちゃ濃く入れます。コスプレなんでめちゃめちゃ濃く入れても許されるはず。鬼のように入れます。本当はさテーピングとかも買ってさ、がっつりなんか顔のラインとか変えたりしたかったんだけど、テーピングさっき開けてやろうと思ったら粘着力がなんかなさすぎてなんか使い物にならなかったんで、ちょっと諦めました。私みたいにデブの人はテーピングとか使ってこうフェイスラインを上げるといいと思います。本当はねそうすべきなんだろうけどね。先ほども使ったアイブロウパウダーで鼻のシェーディングをします。鼻ねガチコンプレックスだからね、すごいシェーディング濃くなっちゃうんですよね普段のメイクから。前のメイク動画でご指摘あったんですけど、まあでもコスプレなんでちょっと濃く入れても許されるんじゃないか今回は。普段から濃いんだけどね、さっきのシェーディングじゃなくてこっちでシェーディングを入れてるのはあれですね、ピンクっぽくするためです。全体的に濃いな。スポンジでぼかしていきましょう。なんかさ鏡で見るとそんなに濃くないんだけど、画面になるとめっちゃ濃いんだよね。何が違うんだろう。なんか正面やばいよね。なんか横から見るとそうでもないんだけどな。すいません、ちょっと今ここはニキビできてて、まあ、こんな感じです。じゃあアイメイクの方やっていきましょう。アイメイクはこれを使います。ロム&のアイシャドウパレット、ローズブドガーデン、なんていうのわかんないけど、ピンクメイクなのでピンクのアイシャドウパレットを使います。
最初にここの一番薄い色をアイホール全体もう下も全部広げます。まあ、上も下もやります。はい、で次にここの色を二重幅に塗ります。うん、めっちゃヤニアっぽいピンクで、一旦地雷盛りラインを引こうと思います。下のこれはキャンメイクのクリーミータッチライナーのこの色です。何の色これ、なんだっけ、06番、はい、これを下引きます。地雷ラインめっちゃ下手なんだけど、とりあえずこんな感じで描けたらいいです。やばいやばいことになってる私の画面。で地雷盛りラインがまためっちゃざっくり描けたら、あ、これもなんか後から適当にぼかすので割り出し適当にいいんですけど、これの一番濃い色じゃなくてこっちの色をこの目尻から地雷盛りのラインの間をこれで埋めます。うん、こんな感じでいいです。やばいやばいことになってる。まあ地雷盛りラインをめっちゃ下手なのをぼかしつつこのぐらいできればいいです。すごいすごい、ここスクショ取られたくない。でまあ涙袋がないから今すごいことになってるわけで、アイライナーも引いてないし、まあ涙袋作ります。涙袋はケイトのダブルラインエキスパートでちょっと広めに作ります。涙袋のラインは濃くて大丈夫だと思うな。うん、あ、やっぱ涙袋があると違うね。でデイジークのアンダーアイメーカーの、私がもうオビワンに教えてもらってもうめちゃめちゃ使ってるこの色を涙袋に乗せていきます。この色ね、何なんだろうね、涙袋が異様にぴっくりするんだよね。涙袋の下のラインがぼかさなくていいかなって思います。やばい、なんかできる涙袋が。でもこのままだとちょっと涙袋のぷっくりの色とここの色がちょっと違いすぎるので、間ぐらいにここら辺の色を乗せておきます。うん、ゲロヤバアイメイクで、アイライナーなんですけど、アイライナーはインテグレートのスナイプジェルライナー。私いつも黒とかのアイライナーとかを使いがちなんですけれども、今回はマスカラもアイライナーも茶色にしようと思って、いや結構ヤニャーちゃんって茶色だから、ピンクと茶色ってイメージだから、まああんまり黒使わないでいきたいと思います。垂れ目に描きます。ヤニャーは垂れ目だろ、めっちゃ垂れ目。ラメはこちら、ラメはペリペラのディオポケットグリッターシャドウの01番。これねめっちゃギラギラのラメなんですけど、こっちが小さい方で、これを粒のラメの方を上まぶたに乗せます。でこっちのめっちゃでっかいグリッターの方は涙袋の真ん中にこんな感じで、このねペリペラのねでっかいしね大粒のシャドウかわいいんだけど、ラメ落ちやばいからあんまり使わないんだよね。なんか自宅で使うぐらいで、自宅で使うことなんかないか、自宅でメイクするの YouTuber ぐらいだもんな。でマスカラやります。マスカラはまずもうめちゃめちゃまつげを上げて伸ばしたいので、ヒロインメイクのマスカラキープスタジオに塗ります。これを何重にも重ねる。バチバチに上がり散らかしたら一旦乾くのを待ちます。その間にハイライトやりましょう。ハイライトはいつも通り&B の使います。でハイライトはもう一個セザンヌドを使って、ギラギラさせたいところに目頭とかにも入れます。さっきのはわりかしナチュラルなツヤっぽいハイライトだけど、こっちはなんかもうパールって感じ、すごいツヤツヤする、えぐい、なんか一瞬でギャルになる。なんか今日の私めっちゃギャルみたいだな。でヤニャンちゃんは私茶色のイメージなのでマスカラ茶色使います。 D アップのパーフェクトエクテロリブブッバ、何色これ、マロングレージュって色を塗っていきます。上も下も本当はねつけまとかつけれたらいいんだけど、私つけまのつけ方わかんないんだよね。で最後リップ、まずリップなんですけど、アイシャドウで一番さっきも使った一番濃い色の隣のところでちょっと口角を上げます。これを横に入れて、うん、濃い変だけど、まあ、リップ塗ればなんとかなるでしょう。リップは何色がいいかな、ちょっと試行錯誤してみようと思うんだけど、とりあえずオピュのジューシーパングティント、ジューシースパークリングティントの RD02 番塗ってみます。ヤニャーちゃんは毒舌な一面を持ち合わせてるから、ちょっとこんぐらい深みがある方が可愛いのかなって思ったりもする。ここの色と合わせなきゃいけないからこれ使います。ケイトのリップモンスターを内側に入れます。ありなし、いやわからん、もうチークも入れましょう、品質の入れます。鼻ちょっとピンクにしたいな、ここら辺の真ん中の色を、え
もうやりすぎメイクって感じ。いやウィッグかぶろう。ウィッグかぶったらなんかちょっと世界変わるかもしらん。ウィッグつけ方超苦戦したんだけどさ、毛量えげついんだけどさ毛量がえげついんですよねこれ。超抜けるし、あ合ってる、いいのこれで。すごいなんかもっこりしてる。なんかねマジで毛量があって、なんかって感じ。しかもあのずっとなんかいじってるからもう手がさ髪の毛だらけないよね髪の毛っていうかあれあのウィッグの抜けてる毛なんだけど、すんごい安いの買ったんですけどアマゾンで。あでもこれ2つ結いとかしたらめっちゃ可愛いな。はい、でもこのままじゃまだヤニヤちゃんじゃないので、まず猫耳をつけます。鈴いらないんだけど、鈴どうにか取れないのかな。よいしょ、猫耳をつけて、えこの、ま、この鈴取りたいんだけどさ、なんかさ取れなさそうなんだよね。構造的になんか全部猫耳を全部一緒に取れそうなんだよね。でヤニャちゃんは鼻冠をしてるので鼻冠もつけます。固定できない。えでもこれめっちゃ嫌なんじゃない。というわけで、まあ、ちょっと鼻かんむりは固定できなかったので写真用にだけ使うことにして、まああとはもうこんな感じで。えでもすごい、あのねヤニャのねコスプレね、ウィッグ2,000円、これ500円、鼻かんむり1,000円ぐらいで、ピンクのカーディガン2,000円ぐらい、シャツ1,000円、リボン500円、なんか1万円以内で全然余裕でできるので、よかったらほんと皆さんもやってみてください。えなんか簡単だし、クンキッズって感じのコスプレをしたい方にはめちゃめちゃおすすめです。はい、というわけで、まあちょっとウィッグの扱い方がね最後によう分からんかったけど、完成でいいのではないでしょうか。うん、ヤニャのコスプレしても誰にも怒らないしねきっと。というわけで以上このあったでした。バイバイ。二十歳になろうとしてるのにねこんなこと言ってる私をまずうんって感じだわ。